妊婦さんとか使っても大丈夫なんですよ。ああ垂れてきた、やばい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 、え、どうしよう、え北陸アイドル部キャプテンポニーテールの美脚姫こと松井ゆかりです。さあ今日は姫のおすすめの商品を紹介していこうと思います。普段飲んでるお水とか使ってる化粧水、洗顔、ファンデーション、あとは整髪剤とかも紹介していきますので、皆さん最後まで見てください。それではスタート。ちょっとすっぴんなのは許してください。洗顔、こちらは DDS フェイスクリア洗顔フォームです。洗顔ね、毎日洗顔するからね。今日は一回洗顔、スキンケア、ファンデーションの順でちょっと普通にいつも通りメイクをしていこうと思います。でこれ結構ねテクスチャー固め、タラーンって落ちたりはしないぐらいちゃんとしてる。はい、泡立ってきました。すごいもちもちで泡なんよこれ、落ちたりしないぐらいもちもちで。で姫今日は朝洗顔するんやけど、いつもは基本あんまり朝してなくて、朝はもうお湯で顔を洗うだけにしてて、夜スキンケア、あ違う、夜メイク落とししてから洗顔はしてます。なんかね最近気づいてんけど、その姫そんなに肌弱くないと思っとってんけど、意外とねここの小鼻とか赤くなりやすくって、そういう人はあんまり洗顔とかしてゴシゴシ朝もすると油分とかも落ちちゃって良くないからっていうのを言われて、で朝洗顔をやめるようにしたら結構調子が良くて、姫は最近朝洗顔してない。もちもちですごい優しい泡って感じね。で防腐剤とか着色料とかも使ってないから肌にいい泡です。ちょっと片手で塗るわ、片手もう無理や。皮膚を直接触るとあんまり良くないから、こうやって泡を転がす感じで洗っていきます。ピント合ってる？これピント外れちゃったら泣くわ。洗い流してきます。すごいなんか美白になったやろ、多分ワントーン上がった感じするよね。でその洗い上がりが、その乾燥、なんかすごい会いたい乾燥してるって感じが全然なくて、結構しっとりしとるんよ。そうで、しかもあの泡立てるのが気持ちくて、少量でめっちゃふわふわな泡になって、姫が使ってるやつはもうちょっとなんかゆるい泡なんよ。なんか姫はその毎日っていうよりはちょっと特別っていうか、明日気合い入れたいって時にどっちかっていうと使うかな。で言うの忘れとってんけど、これね銀色のこのアルミの袋に入ってまして、これねなんでかっていうと、このアルミパッケージであの成分を紫外線から守ってくれるんですよ。やっぱ再生科学研究所が作ってるってだけあって、そのお肌とかにもいいの考えられて作られてるからね。で続いてご紹介するのがこちら、再生科学研究所さんの DDS マザーニュープレミアムケアですね、化粧水です。これも同じくアルミに入ってて成分逃がさないようになってます。じゃあまずつけるね。2プッシュくらい取って、テクスチャーはねほんと水みたいな感じ、水ちょっと伸びる水みたいな。なんでこれ匂いがいいんよ、イランイランの花油、花油の香りって書いてあった。イランイランがわからんねんけどね。ツヤとかハリとか弾力を保ってくれる化粧水です。なんかね塗っとったらわかるんやけど、どんどん浸透していく感じがして、このなんていう音わかる、で浸透してきたなって思ったらもう一回、本来肌の奥まで普通浸透しんようなところ、んしんだけどこの難しいところまで浸透してくれる、そういう科学的にそのいろんなものを分解して浸透してくれるって書いてあった。もちもちになった、このくっつくよちょっと肌に、ほら浸透してくっつくから、なんかあんまりなんかペトペトするの嫌だって人はあんまりあれかもしれん。でもお肌にはいいからね、まあ、これ1本でももちろん大丈夫なんですけど、姫は乳液を塗っていきます。普通にこれはね安いやつ、薬局とかに売ってる白純プレミアムか、これ最近 CM でやっとるよね。これマジでもう5本目ぐらいめっちゃ使っとる、多分姫の肌に合っとるんやろうね。でこのあといつもだったら夜とかはこの乳液塗って最後にオイルを塗ってそこで覆って潤して寝ると、あ次の日の朝めっちゃ肌ねツヤツヤになってて、オイルして寝るのが姫のお気に入りです。おすすめ、一回やってみてほしい。では続いてファンデーション、美容液ファンデーションを塗っていくんですけど、その前に姫は下地としてこの日焼け止めを塗ります。なんかね最近おうち時間増えて本当にもう下地とか塗らずに日焼け止めとこの美容液ファンデーションだけで過ごしとるんやけど、マジで楽。
まあ、年中ね日焼けはするから、日焼け止めは欠かさず塗る。美白が好き。浸透したら次にこちら塗ります。ジーロです。まあ、開けるとジーロエッセンスバリアファンデーションです。今は2本目ぐらい。これ本当に持ちが良くて半年ぐらい持つんよ。まあ、なんでかっていうと、この量でなんでって思うやん。本当に少量で伸びが良くてびっくりするよ。よく振って、あ、ね、これね肌色でね、で伸びも良くて、こうやって伸びる、そーってひょーって。でもね、これ注意があって、姫の経験上、まあ、1年ぐらい使っとるんやけど、あんまりその雑に塗りすぎると後からムラになってるところが目立ったりするから、それは気をつけた方がいいね。カバー力はそんなに高くないんやけど、美容液成分がいっぱい入っとるから肌にはいい。だから肌が荒れない。これ妊婦さんとか使っても大丈夫なんですよ。クさんが妊婦さんやった時に肌とか荒れちゃうからっていうので開発した、そういうもう心がやすほわんほんわかするファンデーションなんですよ。あ、これね、ジュイロめちゃめちゃいいところが、小鼻とかがよくなんかムラになったりする人おらん？なんかちょっと白く浮き出てくるとか、それが一切なくて、綺麗に、美容液やからかな、綺麗にこれ染み込むっていうか、鼻が自然になるんよね。だから小鼻とか、だからめっちゃ好き。ここなんか、もしここら辺鼻周りがちょっと崩れてきたら、ジュイロ足せばいけるみたいな、直すときそういう感じで姫を使っとる。で、鼻とかが気になる人は鼻とか二度塗りしてもらえれば、さらにカバー力が増す。このさっきのスキンケアのものもやけど、ジュイロも保湿力が高くて、本当にジュイロはつけとってはめっちゃ乾燥してきたみたいなことは姫ほとんどないからかな。まあ、肌の保湿をちゃんとしとるっていうのもあるけど、あの雑誌アンアンのモテコスメ大賞も取ってるんですよ。すごくない？肌育をテーマにしてて、姫もやっぱ何、最初はそんなにその効果分かってなかったけど、使えば使うほど分かるみたいなところはあって、今も使っとる。てかもう本当に今は毎日使っとるね。とにかく美容液成分 90% で、肌に優しい、荒れにくい、肌とか荒れる体質の人にも優しいファンデーションになってます。続いて紹介するのは、じゃん、ニュードレスコードプレミアム。これはね、水素水です。姫めっちゃ普段から水素水飲んどるよって言っとるんやけど、まあ、最近はこれ飲んでる。見えるかな。これは白山の天然水を使ってるんですよ。すごくない？なんか美容と健康にもいいらしくって、お肌に潤いを与える成分の細胞をなんか 20% 増やすみたいな、なんかそういうなんか試験とかあるじゃん。なんか何やったっけ、特許を取ったその水素水なんやって。飲むね。味はね、普通の水、本当に水素水。そう、普段からめちゃめちゃ水飲みすぎて、最近ご飯の時お茶とかやったらなんか嫌で、わざわざ水素水持ってくるもんね。あ、そう、あとさ、なんか水素水ってよくなんか水素水飲んどるとか言えば、なんか飲んどるだけで、まあ、効果があるかないか置いといて、なんか女子力高い感じしん？うん、だから姫飲んどる。正直。続いてはこちら、じゃん、レイラートグルーミングスプレー。ちょっと待って。言えんかった。レイライトグルーミングスプレーです。これはシュッシュって髪にかけて櫛で溶かしてなじませると、まあ、サラサラになったり、あんまりベタつかないスプレーみたいな感じで、まあ、そんなにキープ力も多分高くないけど、軽く整えたい時とかに使えるスプレーでございます。ここだけ今日使っとるやん。ここなんかね、しっとりしてまとまるんよね。なんかここがけわかる、まとまっとるやん。でもこことかは結構やっぱボサボサでまとまらんみたいな。だからこっち側もしよう。匂いが結構するんよ、バニラの香り。そうでね、これ最初解いた時はいや濡れただけやんと思ってん、軽く。でも後からこうやってちゃんとここだけ綺麗にツルンツルンになっとって、これツヤ出してくれるげん、このツヤ感。これドライヤーから髪を守ってくれるそうでございます。そういうケアにもいいと思いまする。でツヤツヤやもん、だってツヤが。続いてこちら、じゃん、スーパーシャインクリーム。これね、これおしゃれじゃない？多分ね、これこのメーカーおしゃれやから、この使い終わった後とかも何インテリアとして飾っとけそう。中ね、なんかすごいんよこれ、なんかおしゃれな、トントン硬いなと思ったけど、意外とね触ってみるとペトってつくんだよね。これもねバニラの香り、ま、匂いいいんですよ、匂いが。まあ、でもちょっと強いかもしれん、人によっては。でセット力はさっきと
同じで、そんなに強くはないけど柔らかくてテクスチャーが伸ばしやすいからセットに使いやすい、セッティングしやすい。でしかも洗い流したりするのも簡単楽ちん、そんなにベトって髪につかん感じで。姫もね今日つけてるのよ。でね、あのおすすめのつけ方があって、実はこれを両方一緒に使うんですよ。それがスーパーシャインクリームを1取ってスプレーを3の割合で入れる。だからほぼスプレーよ。違うか、3対1。スプレーは色ない、 色透明や。こうやってなじませてここにつけると、こっちにもつけてみよう。すっごい綺麗になるんよ。ここね、今日ね、姫ね、ここ本当はボッサボサやってんけど、これつけてかっちり固まっとる。しっかり。前髪のこことかだけにつけるのも結構ありかなって思う、姫は。あ、櫛で、あの、櫛で解くといいんか、いいんか。なおよし。ツヤツヤ感が。伝わる？これ。このツヤ感。髪の毛。まあ、髪の毛にそもそもツヤないとね、無理やか。あの、そんなにベタベタしないんやけど、多少は触ったらね、そりゃね、ちょっと、ついちゃうから、それが嫌って人は、まあ、あれかもしんないけど、アップスタイル多い人とか、髪の毛に合うスタイリング剤がまだ見つかってないって人とかは、ぜひ、試してみてください。さあ、そして、こっちも整髪料。次ね、メンズに行きます、メンズ。初のメンズです。だってさ、見てくれてる人たちやっぱ、男性の方もいるのに、なかなか女性向けのメイクとかばっかりやったから、ね、じゃん。ドワーズオリジナルポマード、ドワーズさんのシリーズをご紹介します。で、開けてみると、じゃーん、まっそう、すごくない？海みたいな、この青さ。で、こちらもツヤ感が高いハードタイプとなってるそうです。まあ、姫は使えない、使わないんだけど、男性用。でもね、こう手に取ってみた感じ、結構テクスチャーはさっきのとかより全然硬い感じ。ハードやからやと思うけど、指で押すとちょっと、後つくぐらい。柔らかさ的には。スーパーボールとか跳ねそう。何の話？え、これもシャンプーで洗い流せるタイプらしいんだけど、めっちゃ匂いがいいんよ、これ。マジでいい匂いすぎて、さっき、あの、香水みたいにここにつけたんよ。好きな匂いやったから。マジでこれ男の人つけとったら、え、めっちゃいい匂いだねっていうレベルのマジで好きな匂い。オリジナル香料らしくって、フルーティー&フゼアノートの匂い。まあ、フルーティーな感じはする。そして、こちらもメンズ用、じゃん！ドアーズモンスターホールドワックス。これは、めちゃめちゃ、強いらしい。固まる。でもね、見て。この感じ。柔らかいのよ。なんか多分これ、あ、あ、取れてきた！やばい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 。え、どうしよう。え、やばいやばいやばい。あっぶな。言おうと思ってん？ちょうど、その開け閉めするとき注意だよって。これはすごい固めてくれて、束感がカチッと出るとのことです。どんぐらい束感出るんかやってみたくて。この辺でやる？こんな感じ。お、すごいね、これ。ピーンなって思った。すごくない？これ見て。楽しい。まあ、ただこれ多分、後から洗い流すのとかちょっと大変かもしれんね。それはしょうがない。固めたい人は固めたいんだよ。はい、ということで、お肌のケアや、お水、そして、髪の毛につける、整髪料などをご紹介しました。今回は初めて、男性用のメンズの商品も紹介してみたんですけど、いかがだったでしょうか？現在私ゆかり姫チャンネルでは、私に食べてみてほしいグルメや試してみてほしい商品など、募集中です。ぜひこの機会にどしどしお願いします。このメンズ用のやつは本当にマジで匂いがめちゃめちゃ好きやったから、ぜひちょっとみんなつけてつけとるよって言ってくれたら、あ、好きって言えばで、ジュイロはもともと姫、もう毎日、本当に毎日使いしとるから、ファンデーション。それで、お肌守ってもらってて、特に今はお外に出ないから、お家とかで、まあ、配信だったり、YouTube 撮るときも、基本ジュイロ一本で、もうコンシーラーとか何も使わずやってます。だから、お肌の調子も、本当に荒れんくなってきたし、いい感じ。ありがたいです、本当に。ぜひ気になったものあれば、姫とお揃いしましょう。最後まで今日もご視聴いただきありがとうございます。姫が使ってたもの良さそう、私も使ってみたいって思った方はチャンネル登録とグッドボタン。お、メンズの整髪料気になってたって方もチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。以上、北陸アイドル部キャプテンポニーテールの美脚姫こと松井ゆかりでした。北陸アイドル部のホームページも覗いてみてね。バイバーイ。